ハローチャック YouTube。 はい、ハロー YouTube、 あれです。ですね、今回は私ジャッキーちゃんが、25年ぶりぐらいにね、初めてというか経験あるんですけど、お店で髪の毛を切ってもらうということで切っていこうかなと思います。私のこのねトレードマークでもあるこのカットがどうなっていくのか、似合うのかっていうね、そういうのを検証していきたいなと思いますね。本当にね、何十年ぶりなんでね、普通に緊張してますし、どういう顔でどういう表情でどんな服装で行ったらいいんだろうっていう風なのもね、緊張してるぐらいです。はい、ということで行ってきます。まだ何もしてないじゃないですか。後ろ適当にやってるんで、はいはい、プロの方にやってもらってるって。はいはい、まだ何もしてないです。やっぱ見違えだと思いますし、やっぱり普段自分自身で切ってたんで、こうはもちろんいかないので、改めてこのプロの技を感じさせてもらいましたし、まあ、やっぱりお店で切った方がかっこよくなれるってことが判明したのと感動しました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでどうでしょうか、私のこのニューヘア、髪の毛切ってきました。ジャッキーちゃんかっこいいなっていうふうに思いますね。髪の毛切ってもらいました。どうでしょうか、この感じ。で今どこかな、クズハンに近い最寄りの駅まで降ろしてもらいまして、今草津へ向かって、草津から乗り越えて、東西線で帰ろうかなっていう感じなんですけど、まあ良かったです。
人が全然いないな。手原駅か。発車の際は黄色い点字の内側までお下がりください。いやでも本当に20年以上ぶりに美容室行って、ずっと自分で切ってたけど、プロにね、初めてじゃないんだけど切ってもらったっていうこの新鮮な経験、良かったです。あ、気持ちいいですね。はい、ハロー YouTube、俺です。滋賀県は草津に来ました。そして先ほどに高生っていうところの美容室で髪を切っていただきました。どうでしょうか、この私。本当に20年以上ぐらいに髪を切ってもらって、ちょっとセットしてもらったんですよね。うん、めちゃくちゃ緊張しましたし、まあいろいろ流れがあったんですけど、良かったです。ほんで京都に帰る途中なんですけど、なんか居心地が よくって、まあ、最近旅に出たい欲求しかないみたいな感じで、京都市内をぐるぐるしてる時でも、もうでっかいリュック背負って旅人みたいなファッションして、タクシー乗ったらどこから来たんですかとか、ご飯屋さん行ったら、なんか旅行中ですかっていう風に毎回言われたりしてね。そんぐらい、もう住んでる場所にいても旅人を感じたいぐらい、旅に出たいぐらいの感じに多分なってるんだと思います、潜在的に。うん、でこの滋賀県に来るのも結構久しぶりだったんですし、先ほど結構駆け込みで立ち飲み屋さん行ったんですよね。 B 級、ちょっと名前忘れたんで、ちょっとテロップ出します。でもそこでもね、やっぱり新鮮だし、草津でも駅って表側裏側、まあどっちを表と見るかは分かんないですけど、結構分かれるじゃないですか、当たり外れみたいな。はい、当たり外れっていうのは、まあ開けてるか開けてないかとかね、そういう感じ。京都駅でいうと北の方が開けてた、南が開けてなかった。ただ、今となっては、南の方もすごく栄えてますし、まあ良くも悪くもいいなって思いますけど、まあ、そんな感じの、草津の今ナウなんですけど、まあ楽しかったですね。髪切る、20年以上ぶりに美容院で髪切る、んでセットしてもらう。バンドの時はね、ちょっとセット してたんですよね。まあセルフカットではあるんですけど、こうスパイキーヘアみたいな、こうチクチクするみたいな感じ、今にちょっと近いんですけど、なんか途中で自分の毛質が変わったんかは分かんないですけど、昔カミソリで毛ってつけたりするんですけど、それ知ってる人はやってると思いますし、毛をね、こう毛持ってカミソリでカカカカカカってやると、まあ僕の中ではうまいこと毛が透けたんですよね。でプロからするとやっぱり髪傷むっていうかね、枝毛になったりとか、そういうのあるみたいですし、まあ確かにそうだなって思うんですが、なんか途中でね、髪の質が変わったのか、もう全然カッカカッカやっても通らなくなって、歯が通らなくなっちゃって、やれてなかったんですね。このセルフプロデューサー、セルフカッター、自分で髪を切る男としては、まあまあそれきつかったんですけど、理由もわからないし、まあどうしたらいいんだろうみたいな感じはあったんですけど、それを今日は、やってもらったっていうのが良かったです。改めて思ったのは、髪の毛に関する魔術師やなって思いますね。最初に僕自分で適当に切ってるんで、こんな状態でも大丈夫ですかって言ったら、あ、いいですよって言ってお任せしたら、なんかいい感じになったって。で今正直ちょっと草津で泊まろうかなとか思うし、どうしよう。歩いて京都に帰ったら4時間ぐらいで帰れるらしいんですよね。ちゃんと人生をもっと楽しく生きたいなと思いますね。中田敦彦さんが言ってたんですけど、最高の幸せは、まあ、中田さん曰くは認められて、まあ、承認されて、あと健康で、承認されて健康っていうのがめちゃくちゃハッピーっておっしゃってましたね。まあ、もちろん承認されるためには、中田さん自身が発信してるから承認されるってわけなんですけど、そこで承認し合って、認め合って、で健康な状態、それが最高って言ってて、すごくうなずきますね。でそこら辺の方に、フォーカス当てて近づいていこうかなって思うのが、自分の近況です。はい、ちょっと何が言いたいかよく分かんなかったんですけど、私の、近況を現場から、お伝えさせてもらいました。ありがとうございます。